天気で暑そうですね。ばあはこの間お出かけしてすごい汗だくになって一日寝たきりになってました。皆さん熱中症には気をつけましょう。今日の主役はガラスペンです。パチ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 。お誕生日プレゼントでガラスペンをいただきました。しかも3本、別の会社のアマゾンで1ヶ月待ちでした。チョコヒーローフレームハンドメイドグラスペン。一番最初に届いたのはこのピンク色の子でした。これを見た時に、はあ、これはお姫様のペンだと思いました。なんて可愛いの。でもここが細くてポキンと落ちちゃいそうで怖いです。マリー・アントワネットとか、ね、筆記体でサラサラサラっと書いたらかっこいいですね。ノベルノエル、サラ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 。ただ字を書くだけならボールペンとかジェットストリームをよく使ってます。ボールペンとか鉛筆でいいんです。インクをつけて書くだけだったら。おばあはこういうペン軸ペン先を持ってるんですよ。小学校の時の、小学校中学校の時に買ったやつ。昔おばあは流行りのものが大好きで、可愛いものが大好きです。なのでおねだりして買ってもらいました。ファミリーをありがとう。これは大事に大事にするでいい。これね、ネックレスの箱なんだけどちょうどいいかなと思って。2本はキャップ付きで箱なしで、一つはキャップなしで箱あり。超綺麗。今日はこのガラスペンの試し書きをしたいと思います。これはケント氏、みんな大好きダイソーのケント氏。この間行って買ってきた18枚入り。それでなんとインクがうちにあったのが、これが一つ茶色いのがあって、30年ぐらい前に買ったやつ、ウィンザー&ニュートンのインク。買ったのはいいけど全然使ってなくていっぱい入ってて、まあ色はちょっと退色してるかもしれない。かっこよくない？でダイソーでインクがあるかなって探したら、ダイソーにもインクが売ってて、なんか調合インク、なんか5種類ぐらいあって、5個入ってんのは500円で、とりあえずバラ売りで1個だけグレーを買った。で自分で混ぜて好きな色を作りなさいというインクだった。でもこのボトルがこんな感じで、シリアのが小瓶に入る、ちっちゃい小瓶に入ってるインクがあって、でこの間かなちゃんが来た時にコアラちゃんが車で来てくれて、シリアに行きたいって言って、シリアでも
1本だけガムペンを買って、あとインク売ってたやつを全部1種類ずつ買って、でペンを置くなんかなんていうの、発射拭きみたいなやつも買って、コアルちゃんがそれがいいんじゃないかっていうか、あ、そういえばそういうのを買えば転がって割れないなと思って、それも買って、そのセリアのは次回撮ってみたいと思います。今回はこのかわいいかわいいアマゾンのガラスペンと30年前のインク、ダイソーのインクグレーを使って試し書き、スポーン、スポーン、なんか同じ形だけどちょっとちょっと先の感じが違うね。これの方がとんがってる。ちょっと丸い感じ。ね。なんか長さもちょっと違う。微妙に違う。かわいい。綺麗。なんかこの、ね、優雅な気分を味わえるペン。ね、お茶を飲むにしても、ただコップに入れて飲むよりも、なんか花柄の金縁の綺麗なティーカップで飲むと優雅な気分になるじゃない。そういうペン、贅沢な気分を味わえる。かわいいね。どれから書こう。ピンクピンク。やば。超かわいい。インクをつけて。ちょん。アマゾン、アマゾン、わーかわいい、ガラス、ペン、ピンク、で使ったら、お水でサラサラっと洗ってティッシュで拭く。ティッシュで拭いてあげる。簡単でしょ。次は緑。ちょんちょん。素敵。筆記体が書ければ。アマゾン。ガラスペン。グリーン、書きやすいよ。でシャカシャカ洗ってティッシュで拭くと、次はこの子、この子先がすごいとんがってる。ちょんちょん、出てこない、あ、出た、あ、な、そう、ん、ガラスペン、この子の方が線が細い感じがする。クリア、
30年前のインクでも良いではないか。細い線が描ける、かわいい、かわいい、かわいいね。で、シャカシャカ洗ってインクを落として拭いてあげる。やだ、かわいい、かわいい。この子は蓋をして、なんで買ったのにあんまり使わなかったんだろうね、このインク。これね、アマゾンでね、8個セット、いろんな色で8個セットで今ね3800円だったら、もう買えない。おはは100円のでいいや。あと僕自分じゃあダイソーのグレイピンクからまたエヘン虫が、わー、素敵。ピンクの子で、おお、綺麗。ダイソーのインク、グレイ。あー、かわいいね。かわいい、かわいい。あー、わー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。シャカシャカ洗って拭いて、次はグリーン。どれも描きやすいだろう。グリーン出ないな。名前した方がいいのかな。なんだ、出た。これはね、なんか先が丸くてちょっと太い感じ。グリーン。ダイソーのインク。あ、もう出ない。たっぷりつけてくるくる回して。インク、グレイ。わあ、これは太めだ。かわいいのな。あざー、あざーす。で、シャカシャカ洗って。ティッシュで拭く。このクリアの細い子、先がとんがってる子はこうつけてくるくる回して、回して回して、下に向けて。クリア、この子の方がなんか線が繊細。ダイソーインクグレイ、うん、繊細だこの子は。
先っちょが。かわいいね。わあ。わあ。ありがとう。プレゼントありがとう。おばあは大事に大事にするよ。折らないように気をつけて。ねえ、かわいいね。かなちゃん、かなちゃん、おちょぼ口かなちゃん、かなちゃん。おめめ、おめめがぐりぐりの困った顔の、おほほほほ、まだまだかける。いっぱいかける。おほほほほほほほ、みーすけ、かなちゃん、シャカシャカ洗ってと。このクリアの子は線が細い。めちゃくちゃかわいい。なんてかわいいの。かなちゃんキャラクターかわいい。これも使ってみる？中学校の時の。40年以上前のやつね。サジペン。サジペン。サジペン。ジジペン。わあ、丸ペン、丸ペンはちょっと細かい細い線なの。点書きをやるのによく使った。てん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 。わあ、まあ、ペン先もお水で洗ってティッシュで拭く。ペン先を最初に使うときはライターで炙る。あの油がついてるから、うん、こんな感じ、うん、この子は線が細い。この子は太め。この子は中くらい。サジペン、ジーペン、丸ペン。丸ペンが一番細い。かわいいねー。
かきしたりお手紙書いたり優雅な気分が味わえるガラスペンでした。次回はセリアのガラスペンとインク。うん、なんかガラスペンブームに乗っかってるんだかなんか知らない、こういうのもまた流行ってるみたいで、アマゾン検索したら出てきた、つけペンとか言って、要は満足じゃー、すごく素敵なペンありがとう、折らないように気をつけて大事に使います。この30年間眠っていたインクもようやく日の目を見ました。この子たちのおかげでありがとうね。それでは体に気をつけて今日も頑張ってください。スタミナあるものいっぱい食べてね。さよなら、さよなら、バイバーイ。